夢ラジオ第四千九百九十七回。今日は令和五年五月四日木曜日です。時刻は午後九時横浜港北。澄んだ夜空。そんな時刻です。連休の真ん中、五月四日ですね。今。東の空にすごく綺麗なお月様、ま。 今日は満月ですね。これ、今宵は楽しみな夜となりました。これからゆっくりとこのお月様が西の空に移動していくことでしょう。月が綺麗な夜は華やかになりますね。寝るのが惜しいほどです。今日はお天気で午後。 緑道に走りに行ってきました。そして、今、夜の9時、夢ラジオの放送です。今回は、黒川さんは、フォーティエイト島で、何をしたいのか。こんなタイトルでお話し,しましょう。黒川さんは、フォーティエイト島で、何をしたいのか。ここのところ、夢ラジオで、黒川。 厚彦さんを取り上げることはなくなっていました。フォーティエイト島から。まあ、除名され、そして橘からもう帰ってくるなと言われ。そしてご本人。黒川さんご本人も。このフォーティエイト島クソカルトだというふうに。まあ、捨て台詞を吐いて出て行かれた。 ですから、まあ、これからはこの48党とはまた離れた形でもともと翼の党っていうのをやってらした黒川さんですからその翼の党でこれからの政治活動をやっていくんかなとしかもこの翼の党っていうのが昨年の秋くらいからでしょうかもう明確に 賛成党あるいは創価学会統一教会そして幸福の科学といったような、まあ、まあ迷惑をかける妨害行為であったりあるいはあの大きな声で拡声器で何か言うっていうそういう 行為であったりまあこういうことしかもうできなくなっているのかな翼の党はそして黒川さんは。ということからまあ当分取り上げることはないだろうと思っておりましたが今回黒川さんは48党で何をしたいのかお話はすることにしましょう。 で48党及び立花とはもう黒川関係なくなったのかなと思いきや今度はその立花さんの演説にお越しになって黒川さんがねそれで今まで参政党にやってたような妨害行動をやいのやいのとやっている。しかも 黒川さんにお味方もできたようで、何人か5。五六人。そういった方々も、その。黒川さんの妨害。活動に加わって。立花さんを邪魔している、そういう。動画が上がっていましたね。また。大津さんが。実質。 48党で何の活動もしてないのですがそして48党をコントロールしてるわけでもないのですがただ法的には大津さんが党首でありそして銀行口座も握っているということから橘 VS 大津というまあちょっと面白いけどけれどじっと見てれば嫌になるような そういうい展開に今なりりつつありますそしてその「立花 VS 大津」という図式の中でなぜか黒川さんが大津サイドの一員としてひょいひょいと登場していきますね。ですから黒川さんはご自身では「48党の一員」というふうに思ってらっしゃるんでしょうか そして、そのフォーティエイト島の一員っていうのは。大津山サイドのフォーティエイト島の一員というふうに。黒川さんはご自身を。見なしていらっしゃるんでしょうか。しかも。浜田聡議員が。今日でしたか。お話になっていましたけど。その。フォーティエイト島の。なんかグループラインかなんかがあるらしく。 そこでのお話を黒川さんが断りもなしに暴露してるっていうそういうことを浜田さんはおっしゃってましたね。まあどうせつまらぬ話でしょうからあのあまり深く調べる気はしなかったんですけどまあこのような形で黒川さんが橘や浜田といったような人たちと どことなく接点があるそして大津さんとは歩調を合わせてるんでしょうかあるいは広宏さんとも歩調を合わせてるんでしょうか前の動画でもお話ししましたけどこの大津広宏黒川こういった方々はもじきにまたこのこの3人の中で喧嘩しそうな そういうお方々なんですが今のところ立花憎しとで立花失脚させるぞというラインでなんか一致してるようですね。しかもイメラジオでよくお話しておりますが立花さんが下手を打って大津さんに代表権渡しちゃったもんだからこの。 お話がつまりどっちが本当の投手なのかどっちがその銀行口座を管理すべきなのか立花と大津であるいはここでいう立花は娘さんの立花久美さんあるいは今代表だと名乗ってらっしゃる斎藤さん VS 大津の間でどっちがその本当の代表であり本当の 銀行口座の所有者なのか、が。これからぐだぐだとずっと、あの。続いていくことでしょう。案外、広瀬さんや黒川さんは。これを自身にとってのチャンスと思っているのかもしれないね。さすがに。今すぐ、そのフォーティエト島の銀行口座のお金を。 どうこううここすることはでできないでしょうただし黒川さんもヒロシさんもお金に困ってる。でこのお二人がヒロシはともかく黒川さんがその例えば48とのお金を自由になるとして自分の借金返済に使うとか1億の借金があるって話ですよね黒川さんには。 あるいは何か着服するというようなことは黒川さんはそういうことはおやりにならない人かなと私は見ております案外守るところはきっちり守るというそういうところはなんかあのこう誰が見てなくてもやりそうなそういうお方かなと黒川さんはけれどその48党の資金が自由になるんだったらじゃあああしようこうしようみたいなアイデアは いいろろ出せるよね黒川さんって。でそれであの実は黒川さんやしさんが頑張って得たましてや大津さんが頑張って得たわけではないその政党助成金が、まあ、彼らの政治活動に今後使われる可能性があるわけですね。それをひょっとしたらチャンスと思っているのかもしれない黒川しあるいはそれに続く面々はね。 で、今回のテーマ、黒川さんフォーティエイト島で何したいのか？おそらく翼の島単体であのもうやっていくんじゃなくて、これから何とかして大津さん経由でフォーティエイト島に自分の影響力を残し、そしてここでいう。フォーティエイト島というのは、あの立花、浜田、斎藤という。あっちのフォーティエイト島じゃなくて。大2ひろ そしてその他もろもろというそっちの48党で自分の影響力を残しそしてあの何かしら自分の政治活動につなげていきたいと思ってらっしゃるようですね。本当だったら48党についてああいうなんか出ていき方を黒川さんしたわけですから本当だったらもう翼の党での,あの活動にもう一回戻って。 そして翼の党は今後一体日本の政治で何をしていきたいのかをもう一回ね諸波党構想がもう決裂したわけですからもう一回翼の党の面々で話し合ってそしてそれに向かって着実な一歩をっていうそれが筋なのかなと私は思いイメラジオでもそんな話をしたことがあります黒川さんはもうフォーティ4ト党とか立花とか大津とか そういういいののととはは離離れれましててみたいなのとは離れてで翼の塔として何名かあのなんかお仲間もいらっしゃるみたいですからその方々と今後翼の塔としてどうしていきたいのかそれを話し合って一歩でも二歩でも進んでいくっていうそれが大事なんかなとは思うんですけどどうもそういうふうではない黒川さんの妨害っていうのはますますエスカレートしそして これからも橘さん行くところに出没あるいは忘れてねえぞという感じで神谷さんが行くところに出没とそして大津さん弘さんに対してはお仲間です僕が守りますという感じで出没とそういう感じに黒川さんご自身の活動の方向を決められたんかなとは思っていますねただいずれにせよ なんかいかにも他人の力借りて自分の政治活動をやろうというなんかそれが見え見えであまりいいことだとは思えないしかもその大津さんとじゃ黒川さんって何か理念で一緒なものあるのかあるいは黒川さんと博って何か理念で一緒なものあるのかと何もない。 黒川さんが言ってたあの保守運動。それと、大津さんは全く理解できない。大津さんは保守でも何でもない。ただ、女の子は政治参加した方がいいんです。おじいちゃんはもうどいてください。という、それだけのお方です。大津さんは。広氏はっていうと、大川隆法を潰したい。幸福の科学を潰したい。これだけのお方です。広氏さんは。もちろん広氏に保守の思想なんかあるわけない。 橘さんは、まあ、NHK 問題を扱うぞと言いながら保守っぽい発言もしていたのでだからまあ花黒川というこのコンビはそれなりに面白いコンビで喧嘩さえしなければそして黒川さんがはめ外しさえしなければずっと続いてもいけたそういうコンビだったのかなとは思いますね。つまり昨年のの秋からのあの 明らかにその妨害行為そして NHK 党の品位とか評判とかを落とすようなそういうことを幹事長という立場で黒川さんがやっててもうさすがに駄目だということで橘さんが切ったわけですよ、ね、だから立花さんが黒川さんを切ったのは当然であの黒川さんは切られても文句言えないともうあまりにもやってることはひどかったしもうあ,のああいう黒川さんあるいはその取り巻き連中のその 言動を見てああここいいなって思う人一人もいないと思う人は寄ってきて面白がるだろうけど迷惑にしかならないだから人の迷惑かけることっていうのがその黒川一派のなんか存在意義みたいになっていてだからこういうところはもう誰も相手にしない広瀬や大津っていうこういったもの以外はそれがやっぱりダメだからさっきお話したように黒川さんには もう1回しししっかり出直して、そしてそ翼の党っていうのが今あるんだったらそこで何したいのかそしてもう NHK 党あるいは48党立花に頼れないんだったら自分たちだけで何をするかを考えなきゃいけない時なんだけどいまだなんか48党にひっついてひょいひょいとなんかそのお名前が挙がってくるっていうそういう状況なんですよ。何をしたいのかなって今1つわからないでいます。 一旦黒川さんはもう「夢ラジオ」の話題としては取り上げない方がいいともう人に迷惑かけることがなんかもう自己目的になっていてそのようなお方を取り上げるとその黒川さんのためにもよくないというそういう判断だったんですがなぜか「48島からなんか全然切れるようで切れないそして いろんなところで関与しているしかも今のところはなんですけど大津広志となんかうまくやってはいるようですね黒川さんはもうああいうご自身の評判を落とすだけの妨害行為これはもう誰に対してももうやめて幸福の科学にもあるいは立花さんにも そして神谷さんにもねいつまでたっても参政党のとこ行ったらメロンパンの話じゃないですか言ってる中身を全く聞かずにそれであ,あ黒川さんたちかっこいいなと思う人はいない橘さんに対してももう余計下品な者たちが集まってきて妨害してましたけどそれでああこの黒川さんたちのグループってすごいなって思う人はいない。 で結局今どこにも相手にされなくなってきてるからもう大津しかいないってことでそこにひっつこうとしてるのかもしれないけどそんな政治活動だったらもうやめた方がい,いと思うもっとその翼の塔またはその前のオリーブの塔それをオリーブの木でしたっけそれをやってた時にはもっと,っと崇高なものを目指してらしたそんなお方じゃなかったんでしょうか黒川敦彦って人は。 それが今やもうあっちこっちでもう人に眉を潜められるようなことばっかりやっててというよくないですよ、ね、まあ取り上げないようにしようとは思っていたけれどその48とそのものは今までの行きがかり上私もあのその行方が気にはなって。 放送しようと思っているので、そこで黒川さんがやっぱ出てこざるを得ないというか。何がしたいんかなっていう。そういう意味で今回の番組を作りました。夢ラジオ今回は黒川さんのことを話しました。木曜の夜です。